こんにちは。今日も来年の牛の年賀状を書いていきたいと思います。今日は子羊の年賀状にしました。それでは子牛から書いていきますね。今回は可愛く前髪も描いてみます。腕を描きますね。肌色で鼻の部分を描いておきます。耳の下の部分も同じく灰色を少しだけ塗っておきますね。グレーで ミルク入れを入れます。お花を描きますね。一応バラに見立てたお花です。少し白いところを残します。空いているところにつぼみを描きます。そして同じ筆で同じ赤で年号を入れますね。薄いブルーでちょっと影をつけます。角は黄色と黄土色を混ぜました。そして葉っぱや茎など描いていきますね。黒のボールペンで目を描いていきます。今日はにっこり笑った目です。鼻は小さく鼻の穴だけで描いていきます。で、足元なんですが草で覆いますね。長い草から描いて、ちょっと多めに水を含ませたグリーンで下草を描いていきます。最後にバラに見立てたお花でシルバーのボールペンで縁取りします。少しゴージャスになります。
はい、これで子牛の年賀状が書き上がりました。この後少しメッセージを書いているので、そちらの方もご覧ください。この年賀状は筆ペンでハッピーニューイヤーと書いてみました。少し寂しい部分にお花を書いてみました。こちらの年賀状は一番オーソドックスに明けましておめでとうございますと入れました。また寂しかったらお花などあしらってください。こちらはゴールドの筆ペンでハッピーニューイヤーと書きました。バラのつぼみもあしらって可愛く仕上げています。皆さんも思い思いの文字を書いてお楽しみくださいね。